髪型を整えてくれて主演でいいからビンちゃんが、今日はあのハロプロの特別企画ひなフェス公演来てくれるということでコメントもらいたいと思います。明日も行きます。ちょっと英語でも何でもいいからちょっとプロモーションしてみてよ。 OK so so hey Vincent come say come from tomorrow come at ひなフェスファームハロプロナイツkommer även imorgon, jag kommer i övermorgon sen tar jag pizza お願いします。コビシバイトでお会いしてください。 Yes tomorrow come here OK ビンちゃんイエーイ次行こう。まさか末でも行って、まの末でもまのはーい。じゃあ今日失礼いたします。スイス人です。じゃあちょっとフランス語で今日の感想っていうのを少しひなフェスの？ひなフェスの感想、フランス語。Bienvenue. C'était vraiment très 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 bien, mais il y avait pas assez de chansons de Kobe Schreiber. Ah. C'est seulement ça. Autre chose non? Autre chose? Non, seulement. Non, seulement. Le bonheur aussi. C'était très très bien, très très bien, très très bien. Bonheur aussi. C'était très bien. Les bonheurs aussi, c'était très très bien. Ah, yeah, yeah. Demain, c'est demain. Bienvenue. Ah.Merci, ça va, eh? OK, OK, ありがとう。じゃあちょっとあのレジェンド一言もらいましょう。今日のあのひなフェス、スペシャル開催だったと思うんですけど、まあ感想も含めてどんな感じだったですか？やっぱりハロプロはハロプロ素晴らしい。もう見てよかったな。だがしやっぱり行きたかった。でもね、やっぱしみんな頑張ってたよね。でもここに来てよかったね。やっぱ国さんと一緒に楽しかったよね。本当よかったよ。いやさすがです。もう金さんはね、まあ、全世界で会ってるけど楽しいこととかっていうのはもう抜け目ない人ですから。そうそうそう、これからも楽しまなきゃ。そうこれからもよろしくお願いします。どうぞ。キーさん、イエーちょっとティアマ君もたまには喋れよお前。どんな感じなの今日は。超ハッピーに言ってば。それだけはまた酒飲みすぎだもんね。もう酒飲みすぎだよ。映像といろんな準備をこの KM 君がやってくれてますんで、彼のおかげでいろんなことやってます。ありがとうね。いやーこの空間に入れるってことだけの仕事なんで、空間をして時間を作ってくれてありがとうございます。こちらこそ。じゃあ引き続きよろしくってことで、じゃあいい酒飲んで。じゃあ引き続きインタビュー取ろうか、ね、あれもうタバコ吸ってるやつしかいないから。じゃあウサギの人喫煙所ってことで、これ暗いか。これはあの新宿の夜景です。イエーイ。はい、じゃあ一言ちょっと。僕は大丈夫。夜景とタバコと、映られたくない感じ。いやいや、そんなことない。あ、そう、まあいい感じなんだけど、これ暗いからもうこれどうやったらこれ明るくなるんだ。これ上げるか。これさ、後で上げるかどうか俺考えるけど、これ暗すぎるよな、ちょっと。これ暗すぎない。中の方がいいんじゃないですか。いい、タバコ吸ってんだよ、いい。はい、じゃあ、今日の感想一言。不動。楽しみでーす。で、彼は、ちょっと真っ暗だけど、横浜で不動産やっててみたいな感じで、他のうさぎの人でお金やってたさ、パーティーで遊び来てくれて、それで今日知り合ってくれたわけじゃん。そうね。あ、知ってくれたわけじゃん。で、ハロプロの魅力って今日感じただけで何がどういうふうに思う？ちょっとこれ。コブシファクトリーが。コブシファクトリー。だからそれな、もったいねえんだよ。コブシファクトリーさ、もうちょい早めにって話だよ。もうちょっと早めにするのね。そう、これ暗いな、暗い。これぐるぐるっていくよ、これ。こういう感じ。暗い。こぼしなくて誰が良かった？メンバーがまだ分かってないんで、ショートカットの頃が。ショートカットの子は誰だろうな。野村みなみとかじゃないですか。野村みなみかな。レイレイじゃないの。レイレイガチ好きなの。ガチオタなんだけど、レイレイじゃないの。じゃあその子の今後のヒストリーっていうところは興味持ってくれたってことで今日は良かった。はい、オッケー、ありがとう。じゃそんな感じで、じゃあまた中に戻ります。タバコ吸ってごめんな。まあ喫煙所と、
中と、うん、まあ顔出さないで、大丈夫、大丈夫、感想感想、大丈夫、映さないようにするわ。カズちゃんと言えるか、何でもいいわ、今日の火鍋に関して。あ、言っとくか、はい、今日火鍋に関して、まあ、映像見たわけじゃん、はい、そうするとどういうふうな感情になって、まあ、ハローの全般でもいいけども、でも難しいな。いや、俺ちょっと言えないかも。なんか、じゃあ元々はルーツは何だったっけ。ルーツは歌方サタデーナイトなんだよ、僕は。はい、それは曲がきっかけだ。再現、もう元々好きだったのに。そう、ラブマシーンに変わるなっていうのが歌方サタデーナイト。それは興味深いね。なんか今ほらテレビとかで、ね、モーニングとかでラブマシーンで終わりましょうみたいな流れがあるじゃないですか。じゃなくて、サンビロライブでやってほしい。おお、俺のジェラシージェラシーって言うけど、たぶん先から歌方結構みんなハマるんじゃないかな。あ、そういうことだ。なんかそういうこと。でも曲も黒木隆史ダンスナンバーだよ。そうそう、なんかすごく歌方はやってほしい、歌方でやってほしい。それが今日は確認できた日でもあった。そう今日やってなかったから、ね、やってください。なんかやってほしい、テレビでやってほしい。そうだな。明日明後日もしかしたらそのチャンスもあるかもしれないから、時間があったら付き合って。でもアンジュルムは来ますよ。おー、アンジュルムか。アンジュルムちょっとハードル高いらしいけど、なんとかこれどこまで映していいかわからないけど、映さないけど、あの多分やれるから。で、今日楽しんでもらってるからありがとうございます。ありがとうございます。よろしくね。はい、ありがとうございます。まあ、つう感じでちょっとこれあんまり長くなっても面白くないだろうから。もね、いろいろけど、まあ、東京で働いてるやつらとか、比較的近い人たちっていうの、俺何が言いたいかと言ったら、パーティーって楽しいやつが集まるだけで十分なんです。もう2人でもいい。で、そういうような空間を作れたらなって思って、怒られそうな映像映ったけど、でまあそういう空間を作りたいと思っています。今日は明日も同じような動画になるかもしれないけど、怒られるまでやっていきたいということで、ハローの魅力引き続き共有していきましょう。またね、お疲れ。